ニュースです。国民民主党が悪のカルト教団の統一教会と裏金に汚れる、自公。自公、つまり、売国自民党と、創価学会ですが、選挙で半数割れした与党に、すり寄りました。国民を裏切り、与党の予算を助けると決定しました。自民党の悪事を、白日のもとにさらし、選挙の不正な構造をぶち壊すチャンスだったのですが、自民党政治を生きながらせます。日本の危機を続けさせ、国民民主党は隙を見て、閣僚ポストをもらいます。本当に、国民は、この事態を許せません。その腐敗する3党の顔ぶれを、テレビニュースで見ましょう。今後、対策の実行段階においても、政府と連携して誠実に対応するということ、これを確認させていただきました。また、私ども自由民主党、そして公明党、国民民主党は、協議を経て策定された新たな総合経済対策を速やかに実行に移すべく、その裏付けとなる令和6年度補正予算について、年内の早期成立を期するものということで確認をさせていただきました。そして、新たな総合経済対策には、税制改正や当初予算等にも関わる事項が数多く含まれており、盛り込まれており、対策の実効性を高めるためには、継続的な取り組みが不可欠であります。こうした認識のもと、自由民主党、公明党、国民民主党は、今後とも政策本位の協議を続け、合意事項の実現に向け、誠意を持って行動するということ、それを確認させていただきました。本当に両党の皆様には、長時間の熱心な議論、ありがとうございました。いきたいと思います。以上です。では、浜口政調会長。はい、時間かけていいわけ。はい、国民民主党政調会長の浜口誠です。今回ですね、新たな総合経済対策についての3党協議、本当にありがとうございました。我々がですね、求めていた内容も最大限ご配慮いただいたですね、内容になっているというふうに思っております。我々としてはですね、今回の合意に至ったこと、新たな一歩だというふうに思っておりますし、また我々が求めてきましたこの手取りを増やすためのですね、経済対策に向けて、大きな一歩を踏み出せる、まあ、そういう合意に内容になったというふうに思っております。これまでの5回の交渉に真摯に向き合っていただきました両党の政務調査会長はじめ先生方には感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。これからがですね、やはり重要になってくると思います。私たちも今回取りまとめた総合経済対策をいかに実行していくのか、そのことによってですね、国民の皆さんの暮らしや家計をどう支えていくのか、まさにこれからがですね、大変重要だというふうに思っておりますし、に応えていきたい、その第一歩がですね、今日実現できたということを改めて感謝申し上げて、またしっかり頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お配りした後、私の資料、はい、今